ウィリアム・フライはイギリスの海賊。1726年にニューイングランドの船舶を約3ヶ月間にわたって襲撃した。フライはボストンにて公主刑に処され、その遺体は他の海賊への警告としてボストン港の入り口にさらされた。フライの死は海賊の黄金時代の終焉であると考えられている。1726年4月。 グリーン船長が指揮するブリストル席のスノー船、エリザベス号がジャマイカからギニアに向けて出航した。フライはこの船に、幹板長として乗り込んでいたが、5月27日、数人の悪党仲間と共にこの船を乗っ取ってしまった。フライと仲間たちは、船長室に押し入り、グリーン船長を幹板に引きずり出すと、船尾に追い立てた。グリーン船長は命ごよし、 せめて祈りのための時間が欲しいと懇願したが、フライたちは冷酷にも彼を船の外に投げ出してしまった。この時グリーン船長の体が穂の柵に引っかかってしまったが、フライの悪党仲間であるトマス・ウィンソープという男が、グリーン船長の手首を斧で切り落として波にさらわせてしまった。さらに航海士であったジェームズ・ジェンキンスを捕らえ、斧で切りつけるなどの虐待を加えた上で彼も、 また船外に投げ出して殺した。邪魔者を排除した人味は、今後の方針を話し合い、フライが船長となった。ノースカロライナに向かった人味は、そこで、古川船長のスループ船、ジョンハンラ号と出会った。古川船長は、エリザベス号に水先案内人がいないのだろうと、考え、湾内に入れてやろうという親切心から数人の仲間を連れて、 ボートでエリザベス号に乗船した。フライは彼らを捕らえ、闘病しているジョンハンナ号を持ってくるように命令した。しかし、風向きが悪く、ボートでは船に近づくことができなかったため、フライは激怒し、古川船長を裸にして、無知で撃つという虐待を加えた。フライは、この騒動の末、ジョンハンナ号に穴を開けて、海に沈めてしまい。 古川船長ほか数人を捕虜にしたまま獲物を求めて出版した。6月5日、カロライナを離れた人味はゲール船長のジョン・ベティゴを打破した。この船からは6人の乗組員を仲間に引き入れ、古川たちを乗船させて釈放したが、アトキンソンという男だけは解放しなかった。彼がベテランの船乗りであり、ニューイングランド沿岸の海域を熟知していると考えたためである。 だが、アトキンソンが仲間に加わったことにより、フライの求心力は徐々に低下していった。乗組員たちはフライが熟練した船乗りではなく、甲板長の仕事をわずかばかり知っているに過ぎないと思っていたのである。フライはたびたびアトキンソンに暴行を働こうとしたが、仲間たちは彼をかばうようになった。アトキンソンがいずれ裏技手だろうと恐れたフライは、彼を海に投げ込んでしまおうと提案したが、 多くの乗組員たちはこれを承知しなかった。6月23日、アトキンソンはあらかじめ示し合わせていた仲間たちと共に、フライトその部下3名を捕らえた。アトキンソンは彼らを監視兵の下に連行し、翌7月4日、ボストンにて裁判が行われた。フライト3人の部下は殺人及び海賊行為により有罪を宣告され、7月12日に処刑された。 フライの遺体はボストン港の入り口に鎖で吊るされることとなった。ありがとうございます。